ルートビヒ・フリードリ・ヒレオポルト・フォン・ゲル・ラッハ・エルンスト、ルートビヒ・フォン・ゲル・ラッハ・ゲル・ラッハ兄弟とは、19世紀プロイセン王国の、政治家、軍人ルートビヒ・フリードリ・ヒレオポルト・フォン・ゲル・ラッハ及び、判事、政治家、エルンスト・ルートビヒ・フォン・ゲル・ラッハの兄弟。父は、ベルリン市長、カール・フリードリ・ヒレオポルト・フォン・ゲル・ラッハ、弟に、進学者、オット・フォン・ゲル・ラッハがいるが、 レオポルトとルートビヒのドイツ政治指摘重要性から一般にこの二人を指す。兄のレオポルト・フォン・ゲルラッハはプロイセン王フリードリヒ・ビルヘルム四世副官となり、また夫・フォン・ビス・マルクを補佐した。弟のルートビヒとキリスト教ドイツ人サークルを形成し、スイスの政治学者カール・ルートビヒ・ハラーの加算国家論はレオポルトとキリスト教ドイツの政治運動に参加したが、 ビスマルクによるドイツ統一運動には反対した。ありがとうございます。